そんなノックの仕方ってある？荒れてるのはわかるけど、物に当たるのはどうかと思うわよ。うっさいわね。入るわよ。ミス・バリエール、サイトさんたちの様子はいかがでしたか？ああ、ダメダメ。あのバカ、ハルナが奇病だなんて微塵も疑ってないもん。そうでしたか。私たちのしたことって効果ありませんでしたね。効果ないどころか、思いっきり逆効果だったわ。タバさん、私が言った通り心配したでしょ。そもそもさ、あんたたちってば甘いのよ。あのワルナって子もダーリンを狙ってるんでしょ。多分私があの子の立場だったとしても根を上げなかったと思うわ。だってたとえ暑さを我慢しすぎて体を壊したとしても、ダーリンに解放してもらえると思えば頑張れるもの。ひいおじいちゃんが話してくれた童話では成功したんですけどね。その童話ってどんなお話だったの？はい、ミス・テルプスト、北風と太陽が旅人の服を脱がす勝負をするお話なんですよ。お話では北風が旅人の服を吹き飛ばそうとして失敗してしまうんですが、太陽は旅人に暖かな日差しを浴びせることで服を脱がしてしまうんです。なるほど。無理に服を引き剥がそうとするより、自分から脱ぐように仕向けた方がいいという話ね。でもあそこまで春菜さんが辛抱強い方だとは思いませんでした。作詞、作に溺れる。いいってばシエスタ。私もその作戦で春菜の仮病を暴けると思ってたんだし。仕方ないわね。今度は私がダーリンを救ってみせるわ。って、どうするつもりなのよ。任せといて。きっちり春菜が自分から仮病でしたって認めるように仕向けてみせちゃうんだから。あの、ミス・バリエール、本当にミス・セルプストンにお任せして大丈夫なんでしょうか？実を言うと私も不安なのよね。立ち尽くしてどうかしたのかね。ちょっとレイズを探していたんですが、どこにもいなくて。そうか、それは残念だったね。ああそうだ、サイト君、今度私の研究室にぜひ寄ってくれたまえよ。はい、ぜひ寄らせていただきます。そうか。では、いつでも構わないので、サイト君の都合がいい時にでも来なさい。それじゃ、楽しみにしてるからね、サイト君。はい、先生。違う違う、ルイズを探してるだけだって。
そうなの？私ルイズは見てないわ。確かにどこにいるのかしらね。そっか、どうもありがとな。ところであなた、ルイズにどんな用があるの？どんな用って。ごめん、モンモンにはいないんだ。誰がモンモンよ。私はモンモランシーよ。まあそんな細かいことどうだっていいじゃないか。ちっとも細かくないわよ。それとちゃんと目的も言いなさいな。しょうがないな、モンモンは。だからモンモンって言わないでよ。学院中で流行ったらどう責任取ってくれるの。責任って、まあいいや。ルイズがどこにいるのかなって思って探してただけなんだよね。あら、そうだったの？だったらそう言いなさいよ。それじゃあ俺、ルイズを探しに行かなきゃなんないから、これで。お役に立てなくてごめんなさいね。サイト、そんな深刻そうな顔でどうしたのかね。やっぱり深刻そうな顔してる。ああ、どうしたんだい。僕でよければ相談に乗るよ。いや、ルイズをどこかで見てないかなって思って。ルイズかい。少なくとも僕がここに来てる間は見ていないな。ところでルイズがどうかしたのかい。実はな。あ、いや、やっぱり気にしなくていいよ。つれないやつだな君は。そんなこと言わずに僕にも教えてくれたまえよ。悪い悪い、それほど大それたことじゃないんだ。今度はまた話すよ。そうかい、ならいいんだが。ところでギーシュ、こんなところで何やってたんだ。僕かい。僕は普段まず見ることのない厨房に足を運ぶことで社会を学んでいたのだよ。なるほどね。口の周りにソースがついてるぞ。な、何をバカな。って、何もついてないじゃないか。冗談だよ、冗談。厨房で社会見学もいいけどさ、つまみ食いはほどほどにしとけよ。何を言ってるんだね、君は。つまみ食いなんて、僕はしてないんだからな。はいはい、わかったわかった。それじゃあな。あれ、ルイズ戻ってきてたんだ。戻ってるわよ。悪い？いや、別に悪いとかそういうことは。あれ、シエスタもいる。仕事は？今は仕事の合間なんです。それにキュルケにタバサまで。あら、ダーリン、お邪魔してるわよ。なあ、ハルナ、何もされていないか。うん、特には。本当か。周りに気を使ったりしなくていいんだぞ。何もしてないわよ。
なで集まって何をしようとしてるんだ。あらダーリン、私のことが気になるのね。そりゃ気になるっていうか、まさか俺に会いに来たとか。まあそのわけないか。もしそうだったらどうする？あ、いや、どうするって。わかったわ。私の目的はね。何も最初からこうするつもりだったんだけど。なんですって？ねえ春菜、あなたはどうなのかしら。私ですか？ダーリンにこういうことしてみたくないの？私は別に。そりゃそうよね、病気をうつしてしまうかもしれないから、こんなことできないもんね。愛する人を肌で感じるのって素敵よね。えサイト、あなたはどうなのかしら。ねえダーリン、こんなところにいつまでもいないで、私のお部屋へいらっしゃらない？いや、そういうわけには。はるなのために良くないわ。こんなに人がいちゃ、治る病気も治らなくなっちゃう。だから、はるなが病気の間は、せめてダーリンだけでも、私の部屋で一緒に過ごせばいいのよ。でも俺、これでもルイズの使い魔だし。ルイズには昼間ちゃんと使えてればそれでいいじゃない。答えてくれないし。ルイズが何も言わないのは黙認するって意味よ、きっと。どうしたもんかな。ひょっとしてダーリンってこういうことされるのって嫌いなタイプなのかしら。今ここではっきり答えて。俺別に胸で人を見てるわけじゃないし。サイト、ヒラガ君、そんな風に言ってくれたのってダーリンが初めて。私に言い寄ってくる男どもってまず胸ありきって感じだったし。いや、そのまあいいわ。こうなったらダーリンのこともっともっと愛しちゃおうっと。ふぅ、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 ちょっとキュルケ、あなたいい加減にしなさいよ。黙っていればいつまでもイチャイチャと。あら、
もしかして嫉妬してるの？誰が何に嫉妬してるですって。ダーリンが好きなのは大きい胸。どうせあなたにはついていないものよ。それに嫉妬してるんでしょう。なんですって。サイト、あなたいつまでそうしてるつもりなの？いい、光の矛先が俺に。ごめんキルケ、もう離して。もっとダーリンを感じていたかったのに。キルケが作戦だって言うから我慢に我慢を重ねてきたけど、もう限界。この前の決闘、うやむやにしてたけど勝負をつける時が来たみたいね。あら、決闘なんて私はいつだって構わないわよ。なんなら今すぐする。望むところよ。お二人ともいけません。貴族同士の決闘は認められてはいないんですよ。これはね、貴族として戦うんじゃないの。女の子としての威信をかけて戦うからいいのよ。そんなのめちゃくちゃです、ミス・バリエール。お二人に決闘をやめるように言ってあげてください。そうだな。お互いが納得いくまでやらせれば。そんな、サイトさん。お互い納得のいくまでやらないとさ、わだかまりって消えないものだろ。ですが貴族同士の決闘ですよ。怪我だけではすみません。なあ二人とも、やっぱり決闘はやめた方が。サイトは黙ってて。もう戦うって決めたんだから。でも止められそうにないよ。ねえキュルケ、外野がうるさいから外へ出ない？ええ、いいわよ。部屋までボロボロにしちゃったら気が引けるものね。今のうちに好きなだけ言ってなさいよ。平賀くん、決闘するって言ってたけど大丈夫なの？いや、ダメだろ。どうやって止めたらいいんだろう。それにしてもあの二人が本気で決闘するだなんてな。俺がこっちに来る前から二人とも仲が悪かったって言ってたし、積もり積もった結果なのかもな。そうなんだ。悪いのは全部あなた。え？なんで俺が？なんか言ってくれよ。それからわ、私ですか？あなた意地張りすぎ。おいおい、タバサ、ハルナが意地張りすぎってどういうことだよ。ねえ、平賀くん。私、謝らなきゃならないことがあるの。
なんだよ、急に。今まで看病してもらってたけど、実は病気っていうのは嘘だったの。え、仮病ってこと？本当に？うん、本当。そりゃ最初の一日は具合が悪かったけど、その次の日からはびっくりするくらい体調が良くなって。でも平賀くんが優しくしてくれるから、それに甘えちゃって。そっか、ごめんね平賀くん。俺のことなら気にしなくていいよ。春菜のことを看病したり面倒見てたのは、別に病気ってだけで見てたんじゃないんだからさ。知らない人じゃないんだ。きっと病気じゃなくても面倒見てたと思う。平賀くん。じゃあさ、ひょっとしてシエスタが部屋を熱くしたり、キュルケが春菜を挑発してたのって。多分私が仮病だって白状させるためだと思う。でも私も強情だったし。そっか、そりゃタバサが言った通り仮病だって気づかなかった俺が悪いな。ううん、平賀くんは悪くないよ。悪いのは仮病を使って平賀くんからの好意に甘えてた私。なあタバサ、もしかして春菜の仮病に気づいてなかったのって俺だけ？あなただけ。そうだったんだ。急ぐ。急ぐって。ああそうか、今すぐルイズたちの決闘を止めに行かなきゃ。ルイズさんたちの決闘を止めに行くのはいいけど、どこでやってるか場所は知ってるの？多分中庭。そうだろうな。さてどうやって止めよう。大丈夫、魔法は私が止める。あなたたちは説明。わかった。どうしたの？結局私がルイズさんやシエスタさんに迷惑をかけてしまったんだけど、どう謝ったらいいんだろう。謝らなくてもいいよ。え？春菜はそこまで悪いことをしたわけじゃないんだ。謝らなくてもいいんじゃないかな。そんな、ダメよ。素直に謝ってみる。まあ何事もやってみなければわからないよな。そうだね。サイトさん遅いですよって、春菜さんじゃないですか。こんなところにいて大丈夫ですか？ごめんなさいシエスタさん、私仮病だったんです。だからルイズさんにも謝りたくて。シエスタ、俺からも謝るよ。だから許してあげてくれないか？いえ、そんな。私こそ意地悪をしてごめんなさい。シエスタさん。あ、サイト、遅かったじゃないの。何してたのよ。何って、俺はキュルケとお前の決闘を止めにだな。それに春菜が謝りたいって。春菜のことは後にして、今は
キュルケと戦わなければならない時なの。そんな無茶苦茶な。手遅れ。それにご主人様の私が決闘してるんだから、使い魔のサイトも参加しなさい。これは命令よ。マジかよ。いいわよね、キュルケ。そうね、ハンデをつけてあげるわ。本気でかかってらっしゃい。